生ミやカイトは、日本の男性プロレスラー。埼玉県埼玉市出身。血液型 AB 型。プロレスリングノア所属。2015年3月に、埼玉県立南両高等学校を卒業。三沢光春に憧れ、卒業後にプロレスリングノアへ入門。12月9日、リーファ、有明大会にて、熊野ひとしを相手にデビュー。2016年5月19日。 ライオン、エスゲート、新宿大会で新日本プロレスの川人拓来を相手に逆エビ固めでシングル初勝利を収めた。6月18日、ウィーアレ鈴木元山後楽園、ホール大会のロイヤルランブルにて優勝。鈴木みのるとシングルマッチを行う権利を得る。7月16日、後楽園、ホール大会で鈴木とシングルマッチを行うが、両軍乱入により、 ノーコンテンストとなり、急遽8人タッグマッチへと変更、奮闘するものの杉浦隆のオリンピック予選スラムを受けて敗北した。10月23日、横浜文化体育館大会で鈴木とのシングルマッチを行うも、鈴木のご知識、パイルドライバーを受けて敗北を喫した。2017年1月9日、後楽園ホール大会で無党派の杉浦隆と結託。 7月、拳を戦後に、海外遠征のため、カナダへ出発。12月22日、後楽園大会で帰国し、GHC ヘビー級王座挑戦に名乗りを上げた。2018年1月6日、拳王の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦し、新技を披露するも敗北。また試合後剣王と杉浦に張り手を見せ、杉浦軍からの離脱を表明。 4月11日、グローバルタックリーグ戦決勝で、パートナー、塩崎号と共に、拳王、杉浦組を倒し優勝する。11月25日、グローバルリーグ戦決勝で、中島勝彦を倒し優勝する。12月16日、横浜文化体育館大会で、王者、杉浦隆と激しい攻防の末、タイガースープレックスホールドで倒し、 GHC ヘビー級王座に体感する。清宮ポートンユヌフィッシャーマンズスープレックス。ありがとうございます。